無線、スーツ、C4、スキューバにハーネス、滑車、そして金庫破りロボット。準備はいいか？準備万端。マイアミに出発。待った、もう一度何も残してないか確認よ。犯罪につながる証拠は置いていけない。よし、準備ができたら教えてくれ。おい、一体何の音だ？俺なら逃げられると思ったか？お前にいろいろ仕込んだのは俺だぞ。おい、どうしたニック？さっさとこいつを撃て。詰まったな。最悪だ。あばよ、ニック。ニック、くそったれ。大丈夫だ。どうすだ。電話に出て挨拶するか。死んだ部下への伝言だな。何をする気？どうすに報告書を送ってやる。送ったぞ。タイソン、どこにいるんだ？ここに来ているはずだ。1時間は遅れてる。迷子か？タンクへの扉に目印があるのに迷うか？待たせた。悪いな、少し迷った。どこにいる？タンクは簡単に見つかったが、排水管が厄介でな、あちこちパイプだらけだ。タイソン、カメラに映りすぎだ。落ち着けよ、これなら働き者の窓拭きだ。ケーブルを頼む、始めるぞ。無線はできるだけ使うなよ。了解。ね、ドーズのやつ、こんな悪役っぽいビルにオフィスを構えるかよ。ドーズが中にいなくて幸いね。少しは楽になるわ。あのさ、ここらの高いビルは上にでかい水タンクがあるのは普通？それが普通だ。ハリケーンで揺れを防ぐための構造なんだ。生体認証のエレベーターと防弾ガラスがあれば、ペントハウスは絶対安全だと思ってるぜ。それが本当かすぐに分かる。行くぞ。すぐにタイソンがケーブルを下に落とす。それもう一個だ。あんまり好きじゃねえな。よし、バンダ。ちょっと待って。ブーマー、時間に遅れるなよ。分かってる。聞くけど、俺たち本当にやるんだね。後戻りできるか。聞いてみただけだ。なんだってこれから100万ガロンだがの水を。20万ガロンだ。20万か。なんでもいいけど、普通安全か気になるだろう。気持ちの問題。他に最上階に上がる方法があるのか？貯水タンクの爆破はお前のアイデアだ。計画では十分いけると思ったんだ。まったく。タイソンが追いついた。C4 をくれ。そら。ピーナッツバターとジャムのサンドイッチは？袋に大きく爆弾って書いてもいいぜ。ふざけてないで片付けて。ケーブルをボートにつなげ。なあ、俺がブルーと思って上に上がれば。本気で変わりたいの？そうだな、案外いけるかも。楽しそうだ。やめとけ。ロビーを外から覗くなら右の駐車場がベストよ。独立記念日に一体何人警備につけてるんだよ。みたいだな。どう考え、あ、これも裏には犯人だろ。報酬はもらってる。言われた通り守ってればいい。何人使うか。見張りが多い。見張りがたくさん。支払いは半分だ。いやいや、違う、そうじゃない。
計算は合ってる。すべてはビジネス。そこから動くな。おい、なんだ。冷静に。こいつは任せて。何なんだ、キコリ。そうだよ、斧を持った裸の女にどう反応しろって。モニターを見る仕事に集中しろよ。ただの気のせいか。なぜ。動くなよ。ぶらついてるだけだ。冷静に行こうぜ。今のは何だ？何だ？なしか。くんだ。何か手がかりがあるはずだ。ニック、スキャナーは使った？忘れないで。OK、 番号なら分かってる。
エレベーターは解除した。独立記念日なのに人が多い。来ることを知られてたのか。そうね、警戒はしていたはず。おい、今19階なんだが警備がうようよいやがる。それなら20階に向かう。上から驚かせてやりましょう。ところで、子供の頃独立記念日は何をしてた。普通よ、ヌクマもつけたホットドッグにあとは花火見物。ダイソン、20階に着いた。プレファードアウトカムズ社へようこそ。俺は角のオフィスにいる。どうやらここは改装中だな。今向かってる。ああ、マイアミも悪くない。動くな、動くなよ。ああ、分かったって。されてやがる。絶対下ろすな。ああ、分かったって。手をしっかり上げろ。おいおい、何なんだ。何なんだ。もうそこにある。どうぞは週末なのになんで全員呼び戻した。どうぞには俺たちには見えないものが見えてる。
なんだ。なぜ音がしたと思ったんだか。何かあるぞ。そこを調べろ。動くな。手を上げろ。分かった分かった。おいおい、何なんだよ。ランチだ。なあ、そういや8日間一度も盗みをしなかったぜ。調べれ。おい、正しいパイプはあったのか。当たり前だ。俺を何だと思ってるんだ。上の階に行こう。はい、探せ。おい、そこは見たか。そこを調べろ。絶対見逃すな。人影を見たら逃す。うるさい、人じゃ。逃がすな。撃つんだ。専用エレベーターでペントハウスを隔離してる。ブーマーはハッキングできないって。だから今回はハッキングなしだ。シャフトに流れ込むぞ。分かった。ここね。写真はドーズの奥さん。マスクをつけろ。本当にいいのね。ああ、金を手に入れるにはこのボタンを押すしかない。そうね。ロスで言われた通り、俺はお前を信じた。ここにたどり着いた。大丈夫だ、問題ないって言って。俺にそこまでの自信はない。なら今度は私が信じる番ね。いいわ。
大丈夫か？ええ、タイソンを入れてあげなきゃ。急いで、そのうち誰かが爆発を通報するわ。どうかな、ドーズは警察の介入を避けたいはずだ。ドアを開ける方法を探そう。よし、あった。二人ともちゃんと生きてて何よりだ。ドーズの野郎、元警官の割にいい趣味だ。おい、見ろよ、そこのテーブルと来たら24,000ドルもするんだぜ。あなたみたいのが富裕層向けの雑誌なんか読んだら目が飛び出るわよ。俺は全部購読してるんだ。お前らと違って俺はちゃんと目が肥えてんだよ。急ごう、早くブルートで金庫を開けよう。オーケー。どこにあんだ？ああ、くそ。それが問題ね。よし、金庫を探そう。どこかにあるはずだ。そこのコンピューターをチェックしてみて。ああ、もう暖炉のあたりはスキャンしたか。まぬけ。やあ、こんにちは。どうやらドーズはガキの頃コミックが好きだったらしい。よし、こいつだ。これでいいはずだ。よし、ブルート、頼んだぜ。ちゃんと見てなくていいのか？応援したって聞こえねえぜ。悪いニュースだ。当ててやろう。敵だな。何人だ？最悪のケースをシミュレーションしたか？ああ、そのくらいだ。よし、奴らが来るぞ。迎え撃つ。ドーズのオフィスに武器がある。足止めして時間を稼ぐ必要がある。ニック、もしレーザーマインがあったら仕掛けてやって。足を。ここにいる。全部確認しろ。よし、チェックする。あとどれぐらいで開く？最後にチンとなるかもね。くそ、電気を切られた。準備して、また来るわ。赤外線スコープがあれば用意して。ドーズのオフィスに武器のロッカーがあるぞ。
誰かいないか確認するんだ。あたりを確認する。じゃあ、ご会長と行くぜ。来るな！タイソン！大変！カイ！生きてる！ベストのおかげね。ねえ、お願い。しっかりして。大丈夫だ。ここから運ばなきゃ。しっかり、しっかりして。空になってた。ケーブルに連れて行け。こっちよ。これはドーズの罠だ。まだ生きてる。そのようだな。君は驚くほどしぶといね。まだだ。蹴りはついてない。ああそうか、私もそう思っていたんだよ。決着をつけよう。サンタローザ谷にいるすぐ近くだ。ああ、よく知ってる。そうだろうな。お前を待ってるぞ。腐ったれ。ニック、早く出ましょう。ブーマーが受け止める。いい、ブーマー、サイソンを下ろす。行け、後ろにつく。そこにいる。クソ、探せ。アルコニーを調べろ。はい。あそこだ。おい、そこで止まれ。ゴーゴで。
ったらダメ。大丈夫そうか。まずい、かなりまずいね。掃除する、会を手伝い。おい、おい、何してんだ。ローズの元に向かう。居場所は分かるの？奴から聞いた。